海風です。こんにちは、皆さんいつもありがとうございます。今日はね、宅建試験のお話をしたいと思います。私は2023年合格点が36点のところ34点で落ちてしまいまして、めちゃめちゃ悔しい思いをいたしました。2024年リベンジ組でございます。同期の皆さん頑張りましょうね。今日はこんな動画撮ってる暇あったら勉強せえっていうところもあるんですが、リベンジのために今までやってきたお勉強の内容と使っている教材とか見てる YouTube とかですね、その辺の進捗をご報告シェアしたいと思います。誰かのお役に立てばいいなと思います。ではスタート。教科書についてです。こちら2023年の時と同じです。みんなが欲しかったシリーズの参考書と年度別じゃなくて足別の問題集ですね。これを使っています。マスキングテープで項目を書きました。ペラってめくりやすいように。これは去年と同じ会社のものを使ってますね。それからこちら紙ノートを買いました。結城先生っていう方、司法試験もね受かってらっしゃる天才の人なんですけれども、その方が出している4万ぐらい払ったかな、講座を購入いたしました。この教科書と自分で印刷するやつなんですけどね、これと講義動画を見られるセットの教材になっています。 YouTube で一部公開している動画もあるんですけれども、それ以外のですね、無料じゃ見られない内容のやつも充実していて、これを使ってお勉強を進めています。無料の講座講義とかね、YouTube だけでも十分合格できる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私はやっぱり表面的なことしか理解できていなかったなっていうのが反省点でして、今年はもうちょっと、せっかく時間もあるので、きっちり頭に入れて理解するところをやらないとダメだなと思いましたので、ちゃんと先生の講義を体系的に聞くっていうところをやってみたいなと思ったので、お金はかかりましたけれども、お支払いをして有料のものを買ってみました。それからもう一つ買ってよかったものがこちらです。民法の本、これね、早稲田経営出版っていうところから出ている1500円ぐらいの本なんですけれども、権利関係ね難しいじゃないですか。で、教科書にも載ってないことも問題に出るじゃないですか。失踪宣言とかさ、あと何、事務管理とか、そんなの教科書載ってませんでしたけどみたいなことも毎年なんかいやらしい問題ね出るでしょう。なのでそれの対策っていうのもありますし、民法なので学んでおいて損はないと言いますか、人生で役に立つことの方がきっと多いと思いますので、宅建の教科書よりももう一段階少し詳しく載っていますので、テキストではちょっと理解できないな、分かんなかったなっていうことの復習にもなります。これはすごく役に立っていると思います。よかったら買ってみてください。それから YouTube は去年はね、棚田行政書士の動画ものすごく見まして、毎日配信されていらっしゃるからね、すごく感謝しているんですけれども、今年はすいません、棚田先生の動画は一旦お休みしております。ほとんど見なくなりました。で、その代わりにスマ百科っていうやつをチャンネル登録して見ています。これね、去年知りたかったってやつなんですけど、月曜日の夜9時が吉野先生っていう方、それから水曜日の夜9時が宮崎先生っていう宅建の講師の先生がライブ配信をしてくださってるんですね。で、その中で問題の解き方の考え方を教えてくれたりとか、過去問で狙われている、この項目はこうですよという解説をしてくれて、例題を出してくれたりとかですね、みんなが欲しかったシリーズの問題集には到底載っていないような多資格の試験の問題とかをね出してくれたりして、で、それをツイッター、X とか見ながら、なんとかさんこんにちはこんにちはみたいなコメントをしながらなんですけれども、そういうね配信をしていて、特に宮崎先生の方はものすごく研究されていらっしゃって、愛がすごいと思いました。宅建の問題への愛、
あの宮崎先生のね有料講座取ってらっしゃる方もたくさんいるかもしれませんね。私はちょっとそちらはすいません取ってないんですけれども、あのかなり合格率が高くていらっしゃるんじゃないかなと思います。すごく研究されていて、他の先生にはないその問題の分析とかがねすごくね伝わってきますね。なのでスマ百科あの検索したらすぐ出てくると思います。リンクも貼っておきますので、よかったら見てみてください。役に立つ人にはハマるかもしれません。具体的なお勉強の進め方なんですけれども、この冬と春はとにかく民法権利関係ばっかりやってました。宅建業法と法令上の制限、税金とかそのあたりもねちらっと振り返ったりしたんですけれども、一旦そっちをお休みにしまして、まずは4月ゴールデンウィークの前までは権利関係をとにかく深掘りしようと思って進めてきました。この紙ノートの講義を聞いて、講義を聞いてから問題集をやってっていうのを、まあ、1日2項目ぐらい、平日は2項目ぐらい、まあ、土日はもうちょっと倍ぐらいやってっていう感じですね。で、去年はあの丸バツがつけさえつければそれで良いみたいな考えが一部ありましてですね、あのちゃんとそのなんで丸になってるのかバツになってるかっていうことを、まあ、理解してやらないとダメだよっていうことに気がついてやっていたものの、それすらも浅かったということにねめちゃくちゃ気がつきました。あのね細かくこう問題集に書き込んでいるあの知識の量がね全然今年は違うなっていう感じですね。あの問題になっている一言一言の裏側、なんか天体って書いてあったらその天体の条件ってなんだっけみたいなことだったりとか、配信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、配信的ってなんか物件変動の時も出てきたよね、それってなんだっけみたいなことを全部細かくあの振り返りながらやると、問題を解くスピードってこんなに時間がかかるんだっていう感じですね。なのでだいぶ理解度は深まったかなと思っております。でなんで民法ばっかり先にやってるかというと、この本がすごく面白くって、あの理解して読むと、ああ本当だ、宅建の本に書いてあることってこういうことだったのねっていうところで、なんかこうつながってすごくなんか嬉しい気持ちになったっていうのもありますし、あのさっきのスマ百科のね宮崎先生が、春は権利、とにかく理解して分かってから進みましょうということをねすごくおっしゃっていて、あ本当になるほどその通りだなと共感することができまして、春は権利という教えのもとにその通りに進めているところです。ちゃんとね理解できたかどうかを確かめるために、この紙ノートの項目だけをノートに書いて、その中に書いてあることを自分の中の頭の中だけで出てくるか、暗記できているかどうかっていうところまで今突き詰めつつあるところです。まだ 100% できないんですけれども、取り消しできる意思表示とか、あの項目だけ書いてあるんですけど、それはなんだっけな、錯誤と詐欺と脅迫ですみたいなことをノートにそのまま書き写せるかどうか、暗記しないとね意味ないわけですから、紙ノートをもう丸写しできるくらいのレベルまでいけたらいいなと思っているところです。それからこちらの過去12年分の問題集ですね、あの実際に本番で出たやつの試験形式のやつが12年分載ってるやつなんですけれども、これもあの去年と引き続き使っています。でこれも14問、あの1問から14問目まで権利関係だけ、土日を使って、まあ、2年分か3年分かですねやって、で2週ぐらいしたかな、3週ぐらいしたかなっていう感じです。で解くだけじゃなくって、あの理由も書けないとダメだと思いまして、理由付けノートっていうのをね作りました。ちょっとこれだとだいぶ見づらいと思うんですけど、ちょっと別の動画にしようかな。あの半分に切って回答を書いて、こっち側になんで丸したのか×したのかみたいなですね、あの理由を書いて、で理由までちょっといまいちだなっていうところは三角をつけて、
分かるようにしておいて、で間違えたところは次のページで次のページを使って裏側を使ってガリガリ書いて復習をしてっていう感じにしております。それからスケジュール管理ですけれども、まあそれはお仕事の分量によって1時間取れる人、3時間取れる人、今日は15分しか無理っていう時とバラバラですので、あんまり厳密にはやってないんですけれども、それがダメなのかな、わかんないけど、これは棚田先生のこれなんて言うんだっけ、時間管理シートみたいなやつをですね、印刷して項目を自分で書いてお勉強した日に日付を書き込むっていうのをやっています。もう権利関係しかやってないので、まあ、毎日2項目くらい同じ日付でチェックしていくっていう感じでぐるぐる回しておりました。ちょっとちゃんと書いてないな、あんまり。だからダメなのかもしれないけど、そんな感じでございました。はい、ではここまでありがとうございました。お勉強の現状報告でした。さあ10月に吉と出ますか、凶と出ますか、自分次第ですけどね。皆さん一緒に頑張りましょう。この本ね、本当に良いと思いますので、リンク貼っておきますので、よかったら見てみてください。ゴールデンウィークはいっぱい時間が取れるので、法令上の制限と税金に取り掛かっていって、それから5月、まあ、下旬ぐらいからかな、宅建業法に入っていって、固めていきたいと思っております。ああ、どうかな。ちょっとね、試験が楽しみでもありますが、10月まで一緒に頑張りましょう。じゃあね、バイバーイ。